する時はバンドと一緒が多くて、私がバンドしたいって言って、バンドとしたいって言って合わせてくれてて、あんまりシンガーソングライターってバンドとする機会あんまなくて、バンドの方がいいとかではなくて、やっぱなんか音多いし人が多いし、それでも一本でやっていけるようになりたいと思ってそうやって言ってて、そういう日を何回かやらせてもらって、バンドとやることがあるからこそこういう弾き語りの日に、弾き語りの日をすごい大事に私はしてて、なんで今日はなんかこの私が大事に、ただ自分勝手に大事にしてる日なんですけど、それが違う形になって
伝わったらいいなと思ってます。最後までよろしくお願いします。